みちのこチャンネル。みなさん、こんにちは。こんにちは。今回は作って遊ぼう企画ではなくて、今回すごくいいものを見つけたので皆さんに紹介したいと思います。それはなんとですね、じゃーん、ピッキー無限感です。イエーイ。みんなどう、これかわいい、かわいい、かわいい、かわいい。なんか2種類あるし、そうやな、2種類カードあるよね。これなんだろうね、楽しみですね、うん、じゃあ早速これを使ってみんなと遊びたいと思います。はい、じゃあ早速開けてみたいと思います。開けたらじゃーん、説明書が入ってますね。次にこれピッキーカード、これピッキーカード、かわいいよね、裏ね、全ピッキーの大きい表紙が。中見てみたらほら、アーとか書いてる、カーとかもあるし、トランプのエースとか、楽しそう。で、次がクエスチョンカードっていうんだけど、なんか2文字とか丸いものとか、これなんだろうね。ね、でこれなんか3段階に分かれてる、3つ、レベル3、レベル2、レベル1みたいな、こう年齢によってこれ難しさとかも変えることができるから、みんなで楽しく遊べちゃうっていう優れもんなんですね、これ。それじゃあ早速遊んでみよう。イエーイ。説明書に載っているゲームをやってみたよ。まずは50音並べ、ピッキーカードのひらがなを使ったゲームだよ。ピッキーカードには50音すべてのカードがあるから、みんなで順番にカードを出して並べていこう。これならゲームをしながらひらがなの勉強もできちゃうね。みんなで楽しくできるゲームだよ。マリルレあった。おー、これナイス。お、マジで。おー、おー、出せる。え、もしかしてパス、マジで。え、ちょっと待って、ここか。おお。次はじゃんけんバトル。じゃんけんの手と数字を使ったゲームだよ。相手が何の手を出すか考えながらじゃんけん勝負しよう。じゃんけんぽい。このゲームは数字も使うから足し算、引き算の勉強にもなるよ。一発逆転もあるこのゲームは、ハラハラドキドキ、とても盛り上がるゲームだよ。さよなら。バイバイ。チョキチョキグー。チョキパーパー。じゃんけんぽい。グーです。次はお題アンサー。ピッキーカードのひらがなとクエスチョンカードを使ったゲームだよ。クエスチョンカードに書かれたお題にひらがなを使って答えよう。早くお題に答えられた人がカードをもらえるから、素早い発想力が養われるよ。クエスチョンカードは難しさを選べるから、みんなで白熱した勝負で盛り上がろう。桃味の具。あ、桃味の具、オッケー。ないない。はい、家の中にあるもの。かけ、かけ色のやつ。かけ、携帯、かけですな。携帯。ラッパ、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 ラッパ。最後はじゃんけんトーク。ひらがなとクエスチョンカードを使ったゲームだよ。スゴロクのように駒を進めながらお題に答えてゴールを目指そう。楽しく会話をしながらゲームをして、みんなとの仲を深めよう。鉛筆を削ること。頭の中に浮かぶ。バーから始まる。あ、いいや、簡単に。はい、皆さん、どうでしたか？めちゃくちゃ楽しかった。想像力がめっちゃ広がる。あー、確かにね、頭パンパン。これね、小さい子ならひらがなとか計算の勉強にもなるし、これだけいろんな要素があったら、まさに無限にオリジナルゲーム作って遊べますね。
このピッキー無限カードは少年会本部で買うことができるよ。これだけ遊べて値段がなんと500円。安い。これは買うしかないね。ホームページでは他にもいろんな遊び方を紹介しているので確認してみてね。説明書にある QR コードまたは少年会本部ピッキー無限カードで検索してみてください。みんなも家族や友達とピッキー無限カードで遊んでね。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。